俺の名前は赤羽英二。数日前にこの学校に転入してきた、どこにでもいる高校2年生だ。まだ学校に慣れていない俺が、なんで体育倉庫なんかに隠れているのかというと。追い詰めたわ。って、あれ？彼女は、とんでもない美貌を持ち、勉強も運動も完璧なこの学園の女王。おかしいわね。確かにこっちに来たと思ったのに。姫島ミランとそのエリート下僕たち、ミランサーバントにつけ狙われているからだ。どこだ？向こうの用具室に行ったのかもしれません、女王。あ、そう。じゃあさっさとそっち探してきて。あいつを連れてくることができたら、ご褒美に私の椅子にしてあげるわ。ありがとうございます、女王様に栄光あれ。ゴッドセイブザクイーン。私の椅子にしてあげるって。うん、今声がこっちから。いた！くそ！いたぞ、こっちだ！捕まえた奴は女王の椅子になれるぞ！だからなんでそれがご褒美になるんだよ。こんな感じで転校してきてから毎日、俺は姫島ミランに追いかけられていた。なんでこんなことになったのか。思い出すのは転校初日のことだ。赤羽英二です。よろしくお願いします。無難に自己紹介し、先生に言われた通りの席に座ろうとして、俺は気づいた。お、隣の席の女の子が、とんでもなく可愛いことに。休み時間になると、どこからともなく集まってきた男子たちが、かいがいしく彼女の世話をしだして。ちょっとおかしいなと思ったけど、まあこの可愛さならわからなくはない。そう思ったのは間違いだった。何？あ、いや。ああ。あんたも私を崇めたいのね。しょうがないわね。普通ならちゃんと審査するところだけど、転校生だし特別に。直属のエリート下僕、ミランサーバントにしてあげるわ。な、流行るミランサーバントにこんなポットでの転校生を加えるんですか？は？なんか文句でもあるわけ？ありません、女王様に栄光あれ。ゴッドセイブザクイーン。そういうわけだから、あんたも光栄に思って、今日から私のために尽くしなさい。普通に嫌だけど。は？親の都合でいろんな学校に転校してきたけど、さすがにこんなのは見たことないわ。普通に引く。あ、やべ、言い過ぎたかも。と思った時にはもう遅かった。ミランの顔が真っ赤になるのと、下僕たちがイキリ立つのを確認して、俺は教室を飛び出した。それ以来断るごとにミランに絡まれるようになってしまった。と言っても殴られたり因縁をつけられたりするわけではなく、姫島がまたやったぞ、全国共通模擬試験で堂々の1位だ。さすがミラン様、女王様に栄光あれ。へへ、ゴッドセイブザクイーン。は、当然だし。何？何か言いたそうだけど。おめでとう。それだけ？他に何か言うことあるか？他にも授業で作った美術作品が賞を取ったとか、体育の授業で学生記録を出したとか、要するにいかに自分がすごいかというのを見せつけられ、その度にどやられる。さすがに鬱陶しくなって逃げるようにしたら、ミランの下僕は学校中にいて、教室でも廊下でもグラウンドでもミランの一声で彼女の手足となる彼らに迫られ、やっと一息つける。本当はダメだが緊急時ということで、屋上のドアにモップで缶抜きをして開かないようにした。これで一人ゆっくりと飯を。見つけた。どっから入ってきた？私を誰だと思ってるの？下の階のベランダから登ってくるくらい余裕に決まってるでしょ。危ねえな。パルクールの全国大会最年少優勝した私がそんなミスするわけないでしょ。ああ、はいはい、すごいすごい。って、何してんの？お昼ご飯を食べようとしてるに決まってるじゃない。言っとくけど、この私とお昼ご飯を一緒にできるなんて超超特別なことなんだからね。まあ直属の下僕になれば、お昼ご飯を一緒に食べてあげるどころか、この私が食べるお弁当を作らせてあげないこともなかったけど。ああ、下僕になるチャンスを不意にしたあんたには二度とそんな機会は訪れないわ。残念ね。ああ、ほんと残念だわ。
まあ、ちゃんと反省して、あんたがどうしてもって心から懇願するなら、特別にチャンスをあげても。ああ、それはいい。大丈夫。なんなのあんた。この私がここまで言ってあげてるのに。誰に何と言われようと、下僕になんかならねえよ。絶対、絶対後悔するんだから。バカバカ。それから以前よりもさらに粘着されるように、授業中ずっと睨まれ続けたり、じー、体育の着替えを覗かれたり、じー、男子トイレにまでついてこようとしたりして、じー、そしてついに奇遇ね。ごまかすの下手か。ついに学校の外でもストーカーかよ。はあ、自意識過剰も大概にしなさいよね。この私がストーカーなんてするわけないでしょ。いや、今してるんだけど、いつまでこんなことするつもりなんだよ。絶対後悔するって言ったでしょ。あんたが私の偉大さにひれ伏し、下僕にしてくださいと泣いて懇願するまでよ。後悔するってそういうことかよ。つうか、そもそもなんでそこまで俺にこだわるわけ。別に俺以外でも下僕になってないやつはいるだろう。それはあんたが転校生で、私も。逃げるな。見失った。なんでそこまでこだわるのか。そんなのあんたが転校生だからに決まってるじゃない。転校生は目をつけられやすいから保護してあげようと思ったのに。お、こいつめっちゃ可愛くね。こんなとこで何してんの。おい、無視すんな。は？私に言ってるの。お前以外いねえだろ。あんた道端のゴミが何か喋っていたとして、いちいち気にする？私は気にしないわ。分かったらさっさと消えて、ゴミ。てめえ！ああ、この天才美少女、姫島ミラン様の格闘技をその身に受けたかったのね。なら最初からそう言いなさいよ。今むしゃくしゃしてるし、特別にボコボコにしてあげるわ。ちょっと待て、姫島ミランつったか。誰の許可を得て私の名前を。おいおい、マジであの天才バカ姫島ミランじゃねえか。こいつは傑作だ。クズキさん知ってんすか。ああ、厨房の時に転校してきてな。自分のこと天才天才言って調子こいてたバカだ。誰がバカよ。ああ、なんか言ったか。え、お、なんか様子が変わったか。昔散々締めてやったからトラウマってやつだろ。最後は転校しちまったけど、俺のこと覚えてるよな、姫島。覚えてるわけないでしょ。震えてんじゃん。ウケる。せっかくのご主人様との再会じゃねえか。また昔みたいに尽くしてくれりゃいいんだよな。触るな。ああ、何してんだこら。てめえはおとなしく俺のおもちゃになってりゃいいんだよ。助けて。なんだお前。いや、なんだお前は。こっちのセリフなんだけど、女の子を躊躇なく殴ろうとするとか、なんなのお前。調子こいてんじゃねえぞ。おいお前ら、やるぞ。すごい。なんなんだよお前。あんたらが締めてたミランと同じ、ただの転校生だよ。ただまあ、転校生だからって調子こいて締めようとすると、こうなることもあるから気をつけた方がいい。なんなのよあんた。普通に強いんじゃない。ああ、まあ、親の都合でよく転校してて。ほら、転入生って目つけられやすいだろ。降りかかる火の粉を払ってたら、自然とあれくらいはできるようになったというか。それならそうと言いなさいよ。私はてっきり。ああ、独り言を聞こえてたよ。自分が転校生で苦労したことがあったから、
俺を自分のグループに入れて守ろうとしてくれてたんだよな。それならそう言ってくれればいいのにって思ったけど、まあなんつうかありがとな。いや、そんなのあんたに、エイジにそんなこと言われたら私だって助けられたし。あれは俺がムカついただけだから、ああいうやつを見るとヘドが出る。どうした？もしかしてあいつらに何かされてて。違う。昔あいつにされたことを思い出して、また何もできなかった自分が悔しかっただけ。もっと締めておけばよかったな。うん、あれで十分。あいつらを倒すのを目の前で見たし、そのイメージがあれば次は私一人でもやれる。だからありがとう。ああ、ちゃんと次のことも考えてるのか。強いな、さすが女王だ。ようやく分かったみたいね、この私の偉大さが。最初から分かってたけどな、すごいのは。俺が嫌だったのは無理やり一方的な関係を持たされることだけだし。じゃあその下僕じゃなければ対等な関係ならいいの？当たり前だろ。じゃあエイジ、今日からあんたは私の下僕よ。おい。それで私はエイジの下僕になるから、これなら対等よね。いや、対等ではあるけど、お互いがお互いの下僕ってなんかこう別の呼び名がありそうな。そう、例えば恋人同士とか。そう口にしたらミランは顔を真っ赤にして、けれどまんざらでもなさそうで、そんなミランを意識してしまった結果、俺たちが本当の恋人同士になるのにさほど時間はかからなかった。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。